ったく、ガキじゃねえんだから。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。ナナ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。はあ、え、な、ナルト。え、ま、ま、ま、いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわあ、ほんと久しぶりだな。それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから。そういう意味不明に自信あるとこ昔。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。あいつに挨拶なしじゃ後で。あのさ、エロセニー、その前にちょっと。ん、久しぶりだからさ、うずうずしてし。ったく、と言いたいところだが、お前にとっちゃ、ふん。大丈夫です、ジュライア様。責任持って屋敷まで連れて行きま。おお、帰ってきて早々サクラちゃんと。違うっつーの。ふん、ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。おっす。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。Thank you.
いらっしゃいませ。綱手様。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに沈む。ナルト君、その創造主さ。ってわけでエロ仙人とすげえ修行してさ、かなり。うん。自信を持つことはいい。だが期待するのは、お前たちが相応の力。どういうこと？ま、お前たちには。これ、へっ、カカシ先生。よう。うわあ、カカシ先生ってば全然変わってね。お前も、ま、その性格は昔の。あの、それにお前たちって。ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの三年でどれほど力をつく、そしてこれから共に任務を行えるかどうか。鈴ってことは、ああ鈴取り、あの時試験は、はい、それじゃ。ナルト、ああ